こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの絵本を見させてもらい、部屋についてはライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回はゆうきさんです。よろしくお願いします。お願いします。そしたらじゃあゆうきさんについて自己紹介をお願いします。はい、そうですね、今現在は大学院で1年生で建築を学んでいます。まあ、今後はまあアトリエとかに就職するのかなという感じで、ぼちぼちいろんなことをやらせていただいてます。はい、よろしくお願いします。ということで今回紹介していただくこちらのご自宅は間取りでいうとどれくらいのご自宅になっているんですか？まあ、1部屋6畳ぐらいの場所で、まあ、なんで平米でいうと11平米ぐらいで、まあシェアハウスとして2人で住んでるんですけど、今回はそのうちの1部屋を紹介させていただければと思います。うん、はい、ということで、まあ、久々の学生のお部屋という感じで、はい、まあ、ちょっといろんなアイデアとかたくさんあると思うので、そのあたりもお話いろいろお聞きできればなと思っております。はい、よろしくお願いします。お願いします。では早速じゃあメインスペース実質紹介してもらいたいなと思うので、はい、中にちょっと入っていただいてもよろしいですか？はい、はい、失礼します。まずはここが、まあ、6畳のお部屋ということ で、 そうです、ね、こだわったポイントを聞きたいなと思うんですけど、はい、ここのお部屋全体の こだわったポイント、どんなところにこだわりましたか？そうですね、コンセプトとしては、まあ、基本的にはまあ広く見えるように両サイドにごちゃごちゃとしたものを置いてて、まあ、ごちゃごちゃとしたものを一つ一つ住所がなんかあるようにちゃんと配置して綺麗にしてるっていうのと、あとはそれとは別にごちゃごちゃした部屋に対して普段で歩く時の私物とかはなるべくミニマルにしてっていうような感じで普段生活してます。ということで、じゃあちょっとこちらの左側から順番に聞いていきたいなと思うんですけど、はいはい、壁からこっちの反対側の壁にかけて、はい、このポールというかこれがと今かかってると思うんですけど、これは一体何ですか？これはですね、まあ、ホームセンターで買ってきたものなんですけど、まあ、自分の一つの家具製作として作ったんですけど、うん、まあ、有名な建築家のカルロス・カルパっていう海外の方がいるんですけど、その方がこういう風に真鍮を使ってたりとか、すごくなんかディテールにこだわってる人で、それを見て、あ、俺も作りたいってまあ安い角スタッドとか4メートル900円とかで買えるんですけど、こういうのをうまく切って、まあ、柔らかくなるように金属と木を融合させて渡して作った感じで、まあ、用途としてはまあ雨の日の洗濯物をかけたりとか、こういう風に仕切りを作って部屋に間仕切りを作ったりとか、うん、なんかもうオールラウンドに使えるようなものを一つここに作ってみようと思ってやっていました。ちなみに結構耐荷重とかそこら辺とかも結構いけるんですか？いや、なんかまあ服は基本的にもう何十着かけても別に大丈夫だったんですけど、これがこっち側は 2x4 で吊ってるの、あの引っ張ってるんですけど、はいはい、こっち側も何もなくて揺れるので、あ、この揺れは常にあるっていう感じです。でもこれ自体はもう絶対強い丸子を使ってるので、じゃあまあ洗濯とかぐらいだったら全然もう余裕って感じなんですね。そうですね、あとはプロジェクターのあれをかけたりとか、スクリーンをかけたりとか、スクリーンとか、あ、いいですね、一時期やってました。ちょっとじゃあその次、はい、ちょっと行こうと思うんですけど、はい、こちらの壁側、この棚というか、まあ、ここを今いろんなものが収納されていると思うんですけど、まずこのそれこそ 2x4 材で作ってるこのディスプレイ棚、はい、これは DIY ですか？そうですね、これはだいぶ初期の方にあの父親と一緒に作ったんですけど、前の実家で作って持ってきてて、基本的にはこういうお気に入りの本とかを飾ったりとか、ちょっとお気に入りポイントがあって、ワイヤーを引っ張って
なんか今までやってきたような資料をぶら下げると綺麗に収納できるっていうので、うん、確かに見え方も綺麗ですね。はい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 、まあ、それこそ今ちょっとお話ししたこのいろんな本というか、まあ、雑誌とかか、はい、もうここにいろいろ飾られてると思うんですけど、建築家の、まあ、書籍とかっていうところで好きな建築家さんとかがいらっしゃるんですか？そうですね、まあ、ここに結構いっぱいいるんですけど、まあ、日本の方でいうと谷口義雄だったりとか、あとはみんな知ってる安藤忠雄の作品とかがちらほらあるっていうような感じですね。あとはここの下ですかね、はい、こっちの方に、まあ、いろんな雑貨というかそういったものもあると思うんですけど、はい、まずじゃあこちらの手前側にある盆栽みたいな、はい、これは一体何ですか？これはですね、一時期、まあ、それこそ実家の方でアクアテラリウムっていうのを一時期やってて、なんか自然を創作するっていうなんかすごい矛盾したものがなんかいいなと思って、観葉植物代わりにこれは盆栽みたいなものを作って、もともとここに苔があって緑があったんですけど、ちょ今はなんかちょっとどっか行っちゃって、でこういう岩を一つ一つ組み立ててって土に接着剤を混ぜてつけて、この木も一本一本自分の気に入るように接着してって作ったって感じで、もともとはこの IKEA のこのなんかコンクリート調の器みたいのがこっちと2つあって、それを買って、でなんかこっちは枯山水作って、こっちは崖に自生する木みたいなものをなんか作って、まあ、観葉植物代わりに使ってます。まあ水やりとかがだからあれですもんね。そうですね、確かにそれは楽というかあれ、ね、そうですね、もう、もう大雑把なんではい、はい、たまに霧吹きかけてぐらいあげるぐらいで、うん、雑に扱ってもまあギリ耐えるいいですあとはお隣とかは香り物とかもこの辺りはたくさんありますが、す、ね、結構香りはお好きですか？そうですね、お香はすごいもう毎日のように炊いてて、ちょっと灰の残骸がいっぱいあるんですけど最近は京都に本店があるんですけど、はい、これを買ってきて蝶々っていうすごいフルーティーな香りなんですけど、それに、まあ、ジッポも最近買ったので、はい、ジッポでつけて、まあ、一連の動作を含めてどこを楽しんでるっていう感じです。あとはそのお隣とかはカメラもあると思うんですけど、す、ね、はい、これは結構古い昔のものだと思うんですけど、そうですね、大学の方が秋葉原の方にあるので、なんかカメラ屋さんがいっぱいあって、そこで試しに行って iPhone を最近新しいの買ったんですけど、その iPhone と真逆のカメラが欲しいって言って、その性能とは逆っつって、うん、そしたら二眼カメラ出されて買ったっていう感じで。二眼カメラ久々に見ましたこれもう実際にあれですか？別にオブジェとかではなく本当に描かれてるものなんですか？そうですね、オブジェでもいいんですけど、全然今この前ヨーロッパ行ってきて、その時に結構フィルムが12枚で2400円とか結構高いので、うん、ここだって思ったものをパシャッと撮って、あと2枚残ってるのでちょっと近々友人と一緒に撮って現像できればなと。いいですね、記念すべき最初の1枚です、はいはい、これ二眼カメラとかそれこそおいくらぐらいでこれ購入できたんですか？これはでも比較全然安くて8000円ぐらいで買ってこれましたね。そんなにお買い得に買えたんですね、はい、結構、はい、お買い得でした、うん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 、まあ、ここも、まあ、本とかがいろいろあると思うんですけど、はい、この一番上にあるこの黒い本、はい、これは一体どんな内容の本ですか？これは僕が今アルバイトしてる場所なんですけど、新素材研究所って言って古い素材を新しい創作として見立てて活動しているアトリエみたいなもので、うん、有名なとこで言うと小田原の、江の浦測候所とかを作ってるとこなんですけど、うん、ここの、まあ、出した本ですね、うん、素材庫って言われてるもので、これはお気に入りですね。あれですか、作品集とか？そうです、なんか素材についてこの建築ではこうだっていうのを言ってるような本で、そうですね、所長の榊田さんと、まあ、いろんな人が会話して、うん、すごく結構
具体的なところまで突っ込んで話してるっていう、あんまビジュアル本文っていうよりかはちゃんと意見を述べてる、そうです、読み物としてはい、わかりました、ありがとうございます。あとは、それこそこの棚、はい、これも、DIY なんですかね、こっち側も。そうですね、基本的になんか茶色いステインが塗られたものは自分で作ったものなんですけど、これはちょっとこれだけ既製品で、うんうん、ニトリの方で買ってきたカラーボックスに橋渡しでこういう風に机を作って、なんか立ちながら作業できるようにって思って作業を作ったんですけど、いつの間にか物置になっていっぱいになっちゃったんですね。いっぱいになっちゃいました。はい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 、っていう感じですね。あとはこっちの壁側にあるこの一枚のこれ写真ですかね、はい、この額装されてる、はいはい、これは何の、これは自分で撮った写真なんですけど、はい、これこそ谷口義雄の谷口義雄義郎記念館っていうのが金沢にあって、そこで撮った一枚なんですけど、めっちゃ写真綺麗ですね。そうですね、これはなんかバチッと決まってなので、はい、これも iPhone で撮ったやつなんですけど、これを編集、ちょっと友達に手伝ってもらって編集して、 IKEA のこのフレームがすごいなんか分厚くて、うん、部屋をなんかビシッと決めてくれると思ったので、これを買ってきて飾っているって感じですね。この吉尾のこのさっき説明したこの人の作品って感じですね。わ、うんうん、かりました。続いてこっちの壁側にかかっているこれは椅子、パイプ椅子ですかね。そうですね、はい、これはもともとダイニングのようにダイニング用にジモティで4脚100円で持ってきたんですけどそのうちの1個ちょっとなんか創作に使えないかなと思って、一旦もう全部ばらし、溶接もばらしてギリギリの状態まで剥がしたんですけど、これをかけてみたら意外とこの動作がすごいなんか理にかなってるというか、はい、合うなと思って、で何かに使えないかなと思ってしばらく引っ掛けといたんですけど、ここに台を乗っけてよくプロジェクター乗せて投影したりとかあなんかできるなと思ってたまにやったりしてますね。ただここにもともと台座が取っといてあれば、この上になんかそれこそ物を置いたりしたんですけど、はい、でもそれがない分こういう風に使わないときはこういう風に立てかけといて、二つ目の絵みたいな感じで結構気に入ってます、ね、今までなんかずっと木材ばっかで温かみのある感じだったので、ちょっと金属入れてみたらなんか雰囲気変わるかなと、うんうん、これが意外とアイテムとして効いてくれてますね。この今お持ちの藁のこれが台座というかあれなんですか。あ、違いますね、台座はこっちまた別のもの。そうですね、別にあって、はいはいはい、ご飯食べる時用のお盆にしてるんですけど、これ IKEA で買ってきたやつなんですけど、これがなんかジャストサイズで生きてしまうので、でこの上にプロジェクターを置いて配線こっち持ってってって感じで。あ、それで投影するんだ。そうですね、ただちょっとまだなんか下手するとズゼッと落ちたりしてプロジェクターが転げ落ちていくあって、じゃあまだ改善の余地はあるんですね。改善の余地はまだまだあるんですね、はいはい。これはなんかおじいちゃんが墨田区に住んでて、今年なんかその大きな祭りがあって、なんか神輿50騎を束ねる総長になってて、その時に被ってた帽子を手土産としてもらってきたんで、はい、まあ、使わないかなと思いつつも一応インテリアとして引っ掛けたり、うん、なんか椅子との相性はなんかいいですよねすごい可愛いですね、はい、って感じですか、ね、はいはい。あとはじゃあちょっとお隣行こうと思うんですけど、はい、まあ、ここには、自転車か、はい、まあ、かかってると思うんですけど、このまずかけてるこの 2×4 材を多分使って DIY されてると思うんですけど、はい、これどうやって今かけてらっしゃるんですか。これは結構自転車持ってる人の中で一般的なんですけど、まあ、2×4 で突っ張って、まあ、別になんかこう自転車引っ掛けるようなアイテムをここに取り付けて、もう乗って帰ってきた時はここにガチャッと引っ掛けて使うっていう感じで、うんうんうん、なんかもう屋根もう 2×4 がこの部屋はいっぱいあるので、屋根の上に梁が通ってないんで、いくら上のジョイントを回してもどんどん屋根が持ち上がっていっちゃ う心配ですね。もうなんでまあなんかそれが毛がちょっと心配で、たまにこれがズゼッと倒れてくるんですけど、はいはい、賃貸だし古いから
しょうがないかな。ギリ突っ張れてるんで、うんうん、普通に使う分は大丈夫なので感じで使ってます。うん、ラレー CRF っていうアラヤっていう日本の自転車メーカーなんですけど、うん、それのロードバイク、黒森ロードですね。うん、なんか黒に見えるんですけど、日に当たるとクラブグリーンって言って緑色に反射して自転車の色が違って見えるっていうような感じで、すごいなんかクラシックな感じでかっこいいですね。これはもう自分の中で一番の当時の大きな買い物でした。うん、それこそ結構これお高かったですか？そうです、まあ自転車持ってる人の中で高いかどうかわかんないんですけど、でも20万とかしました、まあ、普通にね乗るってなったらそれなりにはします、ね、高かったですね。結構これもご自身でこう追加でいろいろつけたりとか。そうです、まあでも基本的にはそうです、基本的には、まあ、ノーマルなんですけど、こういうバーテープとか、これはブルックスっていうすごく有名な革屋さんのものを使ったりとか、あとはこれアマゾンで買ったんですけど当時安くて、うん、なんかこの自転車の雰囲気になるかなと思ってサドルバッグみたいなものをつけたりしてっていうぐらいですかね。これでずっとキャンプとかたりしてたので、ここにキャリアを別に後ろにつけて全部キャンプの荷物つけて、だいたいいつも片道70キロぐらい走って行ってたっていうのが一時期ありました。最近ちょっと乗れなくなって忙しくて楽しそうですね。でも楽しいですね、はいはいはい、どこのロマンです。そしたらじゃあ今度こちらのソファースペース行こうと思うんですけど、はい、まずこのソファーはこれ2人掛け、ね、これは2人掛けだと思いますね。はい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 、これはもう相当思い出が一番この中で古いアイテムだと思う。結構もう穴だらけになってて、うん、まあ、買った場所なんかそんな大した場所じゃないんですけど、もうずっと母親とかもなんか縫ってくれたりとかしてた、縫ってるけどそれにかかわらずもう破けてくるみたいなのがなんかもう繰り返してるうちに、これはもう新しいのに変えたくないなと思って、確かに捨てられない、捨てられなくなっちゃったんで、この部屋の中で一番古いものとしてある感じですね。じゃあ今ここのソファーのところにこの テーブルって言ったらいいんですかね、サイドテーブル的な感じなんですか、これは。これも創作第2弾で、さっきの突っ張りのやつとは別に同時期に作ったんですけど、いろんな使い方があって、一つはこういう風にソファーにこうやって座りながら作業ができるっていうのと、うん、あと本当はこれを取ればちっちゃく30センチぐらいの高さになってサイドテーブルになるっていう使い方もできたんですけど、うん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 、まあ、最大の使い方はこの何に使うんだってぐらい狭いベランダで、はい、まあ多分植物とか置くのかなと思ったんですけど、何かここで作業ができるようにしたいと思ってちょっと簡単にやると、はい、ちょっとここに置いてあるものをどけて、もうサイドテーブルをおお、こういう風に取り付けると高さ合わせて作ったので、はいはい、ここに座ってもうあと本当に体重かけても大丈夫なんで、こうやって座ってすごい本読んでとか、はい、一時期ずっとここで朝食作って食べてたりとかして、あとなんかちょっと面白かったんですけど、今まで気づかなかったあの豆腐屋さんの音とか、はい、なんかそういうのがこういう風に外部とつながると聞こえてくるので、シェアハウスの友人と一緒に行くかっつって慌てて豆腐屋さんで初めて買い物したとかそんなような、 なんか部屋を拡張できるアイテムとして、やっぱ物干しだけじゃちょっと面白くないなと思ったので、荒らしてきて、まあ、目線合わないようにするとか、あ、それもいいですね。そうですね、やってたり、ディテールもこだわったつもりで、ちょっと見えにくいんですけど、ここ2枚に板を開けてて、あ、本当だ、この奥に真鍮を1本入れてて、さっきあの1本あの真鍮の金色のやつスカルパーの説明したんですけど、はいはい、それと同じようなディテールをここに施しているって感じで、ただの1枚だけじゃないんだぞっていうの、天板も結構重いものを置いても、あ、そうですね、大丈夫ってことですね、基本的には大丈夫ですね、うん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 、っていう使い方をしても隅々まで使えるようにしてみました、うん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 、っていう感じですね。わかりました、ありがとうございます、はい。あとはじゃあこのソファーの後ろにあるサイドランプって言ったらいいですかね、はいはい、
これはどちらで購入したアイテムですか？これは IKEA だったんですけど、なんか友達が500円でなんか買ってきてて、はい、でそのなんか3つぐらいなんか安いからって買ってきて、あ、3つも買ってきてでストックしてたもののうちの1つをこれ欲しいって言ったらくれて、でこの和室の部屋にすごい合うので、うん、夜は電気真っ暗だと僕寝れないタイプなので、うんうん、この1個明かりをつけて寝てるって感じですね。ちなみに真っ暗で寝れないのはなんか、いやーなんでだろう、まあシンプルにちょっと怖いのがちょっと無理でよくお風呂とか一人で入るとき、その友達がバッて上げてきて驚かしてくれるんですけど、はい、もうそういうのもマジで無理で、あ、そうなんだじゃあちょっと、ま、暗闇になると何か恐怖を感じて、あ、そうですね、昔から暗いところに寝たことはなかったので、あ、そうなんですね、もうちょっとちっちゃいライトは必須です、はい、あ、分かりましたあとはこちらの天井にかかってるこの照明、はいはい、こちらもちょっとお聞きしたいんですけど、はい、これも IKEA で最初引っ越してきた時に買ったんですけど、最初はなんかあのよくビーってなってるような、ライトを買ったんですけど、うんうんうん、あまりにも暗すぎて速攻で LED に変えたってやつで、本当はなんかそれが元のやつだったら可愛らしかったんですけど、もう 安かった中でも良かったかなと思います。わかりましたありがとうございます、はい、続いてこちらの作業スペース、いろいろお話聞いていきたいなと思います、はい、じゃあこちらの作業スペースのまずこのこだわったポイント、ちょっとお聞きしたいんですけど、はい、どんなところにこだわりましたか？そうです、ここはでも比較的機能的にまずは使わなきゃいけないと思った。やっぱ建築やってるので模型道具がここに一式有効ボードのところに揃っていて、あとはもうできるだけ机は広く使いたいなと思ったので、この机自体は既製品なんですけどもまあ、できるだけ大きな長めのものを買って、でデスクトップがあるっていう、本当になんか、うん、ザ・ワークスペースみたいな感じですねここもじゃあ結構この 2x4 材か、そうですね、使って棚とかも作られてっていう感じですかね。そうですね、だいぶなんかここら辺も多分結構大学入学したてぐらいに作ったものなので、それを実家から持ってきてるんで、なんかあんまり作り方がスマートじゃなくてでもこの粗さがなんか、ね、なんか逆にちょっと思い出として、うん、いいですね、徐々に徐々にこの創作物を見ればなんか成長がわかるっていう、うん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 、確かに、はいはい、ではちょっと順番にこのじゃあ、はい、田中 2x4 材のちょっと周辺のアイテムから聞いていきたいんですけど、はい、うん、それこそこの照明か、あ、はい、これも今手元多分照らすための照明だと思うんですけど、はい、これはどちらの、これはこれも IKEA のものですけど、これすごい多分2000円ぐらいで買えたんですけど、すごい動きが良くて、家具の方に照明当てたりとかができて、このすごい動きが良くて、で夜はなんかここにさっき垂れ幕がかかってるともう照明が全く丸暗くなっちゃうので、これのデスクの照明だけでこの周りの明かりを確保してるって感じです、うんうんうん、これはすごい安くてなんか意外とかっこよくて、うん、気に入ってます。あとはそのお隣か、はい、ここにこの車関係のコレクションというかそうですね、まあ、いろいろありますけれども、車はお好きなんですか？そうですね、車かバイクかっていうと車が好きで、結構自分の父親が車のカーナビ関係の会社の人だったので、それのスポンサースーパー GT っていうレースカーのシリーズの当時スポンサーだった時の車が並んでたりとか、あとはもうちっちゃい、これとかこのファミリアっていうこの車は自分の父親が初めて買ったマニュアル車らしくて、それをなんかもらってきて、なんかスペース埋めるためにもらってきたんですけど、うん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 、なんかこれもかっこいいなと思って飾ってます、うん、これ相当トミカなんですけど、トミカリミテッドってやつで6000円ぐらいしたんですけど、結構しますね結構ちゃんとしたやつで、これは 288GTO というかっこいい昔のフェラーリで、うん、僕は気に入ってます、うんうんうん、分かりました。あとはじゃあまたこのデスク周りか戻ろうと思うんですけど、はいはい、シンプルというかすごいすっきりしてますね、はい、そうですね、うんうんうん、なんかいいと言ってあるとすれば、このテン最近テントが新しいそのお店を池袋の近くに出してて、
この A4 の紙を置くやつとか A4 の紙1枚を思考の過程としてスタディするので、この1枚で全てをなんか終わらせるみたいな、ぴったり収めるのが好きで、なんでそのストックがいっぱい置いてあってっていう感じですかね。あとはじゃあこっち側の、はい、デスクチェアって言ったらいいですかね、はい、ちょっとこちらについてお聞きしたいんですが。そうですね、はい、これは僕の、まあ、多分建築をやってる人だったら多分分かると思うんですけど、世界の三大巨匠であるミース・ファンデル・ローエっていうなんか、まあ、建築家がいて、その人が、ファンズワーステっていう有名なお家でデザインした椅子のレプリカをヤフオクでなんとか落としたっていうものですね。重厚感すごい。そうですね、なんかもう椅子も作ってみたかったんですけど、なんか美術展とか行った時に椅子を見た時に、あ、これは自分じゃ絶対作れないんだあ、だから高いんだと思って、じゃあまあこれだけはせめて買おうと思って、一生懸命ヤフオクでもギリギリまで戦って、はい、でも3万円ぐらいで落とせて、あ、ミースの椅子が3万でもらえるのかと思ってっていう感じで買った椅子ですね。どうですか、実際に座って座り心地は。いや、座り心地はあのめっちゃいいっすねそうですよね、なんか和室、なんかそもそも和室の椅子って何も考えずに買ったんですけど、4脚椅子がなんか足があると畳傷つけちゃうんですけど、こういう風な面的なものになってるんで、あんまり傷はつかないっていうのとは、座るとこのバネみたいな、おお、キャンチレバーにキャンチしてるので、はい、沈む感じがあって、高さもなんか全然ちょうどよくて、これはもうなんか決まったといい買い物です。これはいい買い物でしたね、はいはいはい、ずっと使うと思います。そっか、じゃあそれを傷つけないためにこのラグを敷いてらっしゃるんですね。そうですね、これラグはユニコ、ウニコそういうとこで買ったんですけど、ずっと探してたんですけど、やっぱりそこが一番安くて1万円ぐらいでなんかいいラグないかなと思って買ってみて、まあ、合う合わないっていうよりかはなんかその場でいいなと思ったものを持ってきてって感じで、この水色のこのステッチとか周りのやつが結構グッと引き締めてくれて、なんかエリアとしてちゃんと区画してくれるので、それがお気に入りです。わかりました。あとはこの後ろにあるこの白いスクリーンって言ったらいいですか、これは。はい、はい、これはなんか、これはなんか最近取り付けたもので、でも家で使ってたんですけど、もうなんか適当に画鋲で刺しちゃったんですけどパイプ椅子のとこから投影してちょうどよくなる場所で、あんまちょっとエラー起こしてるんですけどアプローチとしてはあんま良くないんですけども、はい、これでもただぶら下げていて、もうでっかいスクリーンでみんなで映画を見ようじゃんっていうので、うん、よくこの部屋使って夜友達と映画見たりとかしてます。分かりました、はい、ありがとうございます。あとは結構普段からお持ちのガジェットとかがすごいこだわりがあるということで、はい、ちょっとその辺のお話も聞いてもいいですか。これはちょっと結構友達の影響を受けて整理し始めたんですけど、まずはこのリュックは Q のっていうあの大川雄介さんが、まあ、立ち上げたブランドのデイバッグで、まあ、カメラをなんか気軽に入れるものとして作ったんですけど、結構自分は普段使いしてて、その中にガジェットポーチがあったりとか、エチを入れたりとか、まあ、全部なんか黒でミニマルに収めるっていうような部屋とは逆のことをうちではしていて、なるべく出かけるときは少なくっていうのに最近心がけていて、これなんかタフトポーチって言ってなんか Amazon ですごい4000円ぐらいで買ったんですけど、質のいいポーチの中にもう最近はもうこれだけで収めるようにしていて、 iPhone が最近新しく変えたので C タイプになったので、もうこれで充電、アプローチの充電もできて、基本的には全部充電できるっていうような感じ、パソコンも含めてできるようにしてあるっていう感じですね。もうタイプ C でまとまると一気にすっきりしますよね。そうですね、もうできるだけこのお気に入りのこのポーチの中にどれだけ収めるかっていうのを気にしてたので、ようやく収まったって感じ ですね。これも最近発売されたアンカーのモバイルバッテリーで、比
較的全部新しいもので。このモバイルバッテリーはどうやってこれ使うんですか？これはこのケースフィニットっていう自分が気に入っているメーカーのスマホケースがあるんですけど、それだとちょっとあの裏にマグネットで付けられないタイプだったので、この下にこういう風につけて充電するっていう感じで、意外と普通になんかカメラも撮れたりとかするので、なんかそうですね、なんかまさにこれ用だと思ってC タイプ、なんかちょうど iPhone が発売されたと同時に C タイプのこのモバイルバッテリーが発売されたって感じで、これはもう一式最近まとまったので、はい、紹介したいなと思いました。はい、分かりました、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで結城さんの記憶的ルーム撮影させていただきました。はい、最後に何かお知らせがあれば、結城さんの方からしていただければと思います。はい、そうですね、一つは、まあ、インスタはちょこちょことやってるので、まあ、これを機にいろんな人に見ていただければなっていうのがあるんですけども、あともう一つはこのちょっとシェアハウスをしてるので、それのなんか記録というかアーカイブとして YouTube を載せてるのでちょっとした編集をしてるので見ていただければと思います。はい、ちなみに YouTuber なんてお名前だろう？あのミースの椅子っていう、それさっき紹介した椅子にちなんでつけたチャンネル名なんですけども、はいはい、それでやってます。はい、じゃあということで結城さんのインスタグラムとミースの椅子、はい、YouTube チャンネルチェックしていただければなと思います。はいはい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストは結城さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。